こんにちは、吉田さん。頑張る人を応援するっていうのはね、やっぱりいいですよね。なんかその、頑張ってる人、頑張ってない人も応援したいんですけども、箱根駅伝はいい例でしたね。箱根駅伝で頑張って走ってる人をみんなでね、応援するというね、私はそういう気持ちはさらさらないんで駅伝なんて見ても退屈なばっかりで、甲子園とかね、プロ野球とかも一辺たりとも見たことないんですけどね、あれは何が面白いんだろうなと思っちゃうわけなんですけども、それは自分が頑張った方が面白いだろうと思うんですよ。人の頑張りを見るっていうのは、ある意味ね、なんか励まされるところありますよね。でも私はね、ロッキーシリーズ見て頑張る気持ちをもらった方が、創作物によって頑張る気持ちをもらった方がいいかなと思っちゃうんですけども、でもね、そういう方がいるのも分かるなと思いましたね。さすが吉田さん、いい例を出してきましたね。で、今回ね、ちょっとそれとは反対側の私の事例になるんですけども、今コロナ禍でいろんな生活困ってらっしゃる方いるじゃないですか。その中でいろんな補助を受けたりとかする人はいるんですよね。そういう方はいいじゃないですか。補助が受けられたりとかね、いろんな給付金があったりとかいいじゃないですか。でも、ある人はこういうふうなことをね、私に投げかけてくるんですよ。どこどこにこういうかわいそうな人がいるんです、こういうところに行政の手は行き届かないんですかね、みたいなね。それは確かにそういう人がいるってのを私も知らなかったんで、ああ、そんな気の毒な人がいるんだなと、行政の手が行き届かないのは確かになんかおかしいよねって思うんですけども、その前にもっとおかしいのは、そういう人を知ってて何もやらないあなたは何なんだってことなんですよ。これは言わなかったんですよね、思ったんですよ。ここにすごく困ってる人がいるんです、こういう人に社会や政府が手厚いなんかね、補助を出せないもんなんですかね、ひどい世の中ですねって言うけど、世の中の一部はお前だろうみたいなね、いやことだったんですよ。心の中で思っちゃったんですけども、それ言わなかったですけどね、確かに。でも何かに同情したり、何かに救いの手をっていうんだったら、まずは一番最初に自分ができるんじゃないかなと思うんですよ。さすがにそこにね、未来永劫一生分のなんか補助っていうことじゃないですよ。なんかできるんじゃないかなと思って、その一つがこういう人の存在を知らせるってことでもあるんで、その方もね、そういう意味ではよく知らせてくださいましたってことにはなるんですけども、けどね、それを言うくらいだったら、その方が困っていることを一番よく知ってらっしゃるんで、例えば一緒に生活保護のね、申請に行くとか、なんかこう悩みを聞いてあげるとかっていうのはあるんじゃないかなとか思ったりね。というのがね、さっきの頑張るっていうこともう他人事なんですよ。他人事なんだけども、まるで自分のことのように感じて一緒に成功を喜ぶっていうファン心理ありますよね、応援者の心理。でも今度は困った人に対して自分ごとのように、まるで自分が苦しんでるかのように本気で取り組む人っていうのは、中にはいると思うんですけども、頑張る人に対して私みたいに、しらけてる人もいればね、困った人に対してものすごくなんかしてあげたいと思う人もいれば、しらけた人もいて、世の中様々だなと思うばかりなんですけどね。で、ある人はなんかアフィリエイトとかね、転売かなんか分かんないですけども、稼ぎましたですからね、稼いだ実績を報告するんですよ。そうすると詐欺だろ嘘やろみたいな、何々さんだからできたんでしょうっていう風な、なんとなく冷めた人もいればね、よし自分もやってみようっていう人がいますよね。それはいろんな捉え方とかタイミングとか伝え方があると思うんで、なんかね、一人の体験、一つの発信だけでみんながそうはならないと思うんですよ。動機づけられたりとか、だからこそ我々みたいにいろんな角度から皆さんにもチャンスがあるんですよと、とりあえずやってみたらどうですかっていうふうにけしかける存在が必要なのかもしれないですね。1日で250万稼ぐ方法、これすごいですね。これ1万回ジャスティスって言うんでしょ。それ知ってても私やろうと思わないですもんね。だから儲かんないですよね、きっとね。でもこれなんかライブでそれだけ言ってたら本当にあれ入るかもしれないですね、なんかね、スーパーチャットね。どうしようかな、やらないな、でもな、20時間ライブもやらないな、長時間ライブやらないな、なんか20時間やるためのライブはやんないですね。なんか楽しくやってて時間が過ぎちゃったならいいんですけどね。ちょっと私はそういうスタンスでございます。じゃあこれからもね、億万長者合宿は気がついたら1万回みたいなレベルでやってみようかと思います。いってらっしゃい。